りさんです。はい。ね、本日は、タツの新祭りで、去年、ロング動画で出してたタツの市民祭りで、ちょっとなんか60キロ の、 米俵みたいなのを担ぐってイベントがあったと思うんですけど、それにちょっと出てみたいなと思って、今日は、兵庫県はタツの島でやってきました。で、ちょっとこっちちょっと映してみてもらえますかね。まあ、こんな感じでね、はい、こんな感じで、今日はイベントでたくさんの人が来て、もう盛り上がってます。はい、ね、全然もう普通ね、どういったらいいのかな、まあまあ、いい感じでこうね、にぎわいが取り戻してるんじゃないかなって思います。はい、では早速行ってみましょう。素晴らしいジャンプでした。はい、じゃあ次のチームです。次は浜川チームでございます。さあ、パイロットはどうぞ。残り5秒、4、3、2、1。パイロットの名前は若田です。パスコフ、どこまでとこギリ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 、じゃんじゃん、はい、カメラに向かって、お尻つけといて、お尻つけといて。はい、お兄ちゃん、どこまで押そう。あ、ギリギリまで。ギリギリまで。お父さん、どこまで押しますか。愛情を持って。愛情を持って、てんてんてんだそうです。はい、いいですか。姿は見えないけれど、心は見えるかもしれない。ハッピーになれば自己満足なんだよ。思い描いた夢に少しでも近づければ僕たちの時代が来るような気がする。旅立つのさ。風船が風に乗り、どこかに消えるように、僕たちも旅立つのさ。旅立つのさ。夢の中に潜って、みんな
幸せってそんなことが僕の力になる。君の心に潜っていたずらをするんだ。子供の心いつまでも、yeah、体はいつでもマッスル、心は無邪気のままさ。いつでも君のそばにマッスルドラッカー。